スピア3は将来のイギリスの空対地ミサイルである。また、対艦ミサイルとなる可能性がある。無駄はスタンドオフ攻撃兵器スピア3の評価段階の契約を交わした。射程距離は1 0 0トル以上とされるが、現在のスピアの値は1 3 0トル以上とされている。この兵器は、より短射程での光戦に使用される、精密攻撃ミサイル、 プリムストーンの技術を実質的に再利用する。2メートルのこの兵器はターボジェットと翼キットを使用して高ア音速で飛行し INS、GPS 誘導とデータリンクを備えたマルチモードシーカーを搭載する予定である。スピア3ミサイル翼を持つ評価段階は2014年にユーロファイタータイフーンでの飛行試験で終了した。ミサイルは AGM-154JSOER と同じハミルトン製 TJ-150 ターボジェットの仕様が設定されている。ムダはユーロファイターのハードポイント一つに三つのミサイルランチャーを搭載したイラストを公開しており、四つは F-35B の内部の核、ウェポンベイにあるミーティアソラ対空ミサイルに適合する。2016年5月。 イギリス国防省は無駄に4億1100万ポンドの契約を結び、空対地ミサイルスピア3の開発に着手した。スピア3は F-35 ブロック4ソフトウェアパッケージに統合され、ユーロファイターにも搭載予定である。2016年3月、ウェールズにあるキネティックのアバーパース空域で、ベーシステムズが運用するユーロファイター試験機からスピア試験用ミサイルが、 発射された。ミサイルは航空機からの分離を経て動力飛行に移行した後、一連の軌道飛行を完了し、目的の着弾点への終末効果をして終了した。ミサイルは計画された軌道に正確に沿っており、シミュレーション予測の範囲内に収まっていた。すべての試験目的は達成された。無駄は RAF 向けの敵防空網制圧の 攻撃版であるスピア電子戦版も提案している。また、スピアミサイル用のネットワーク化されたスワーム能力も開発中である。注釈出展、ありがとうございます。